さあ構えから縦へのパス、水中に抜ける、倒れたが、これはアドバンテージを見ている石毛から、左足かゴールシュート、池本競技得点で、池本後半14分、池本が今日2つ目のゴール、2対0、笑顔です。池本三国ワールドスタジアムでは4ゴール目、まさにミクスタの申し子池本を見守るシーンです。水中にボールが行って、その倒れたところアドバンテージを見ていました。シゲからこの池本、シゲのパスから一人スルーしてのこの池本、最後は